内訳です。札幌市で19人、旭川市で7人などとなっています。亡くなった方はいません。また、札幌市の認可保育施設で13人、旭川明星高校で6人の新たなクラスターが確認されました。札幌市内の通所介護事業所のクラスターも拡大しています。年末年始も気を抜くことなく感染症対策を続けていきましょう。